はい、皆さんこんにちは、たたりさんです。今回はですね、夜回り2をプレイしたいと思うんですよね。まあ、ご覧の通りこれがメップでございますので、いや、私がある場所はここ神社であります。橋とネオバイタウン、ただぶちかなかったというマップでございます。夜と夕の、あ、こっちだ。夕ちゃんの家もあるし、およそ半分ぐらいでクリアしますけれども、いや、まだまだちょっと、どんどん、クリアしたいと思うので、まず、この町全体を全般的で、ちょっと、お散歩しましょうか。この町、順番的でお散歩して、もしかして悪く中で妖怪とか幽霊をやっぱりちょっと見つけたら、このキャラクターと一つ一つをちょっと説明をします。夜回りはですね、基本的で今こういう悪口で、めっちゃもう本当ですけど、妖怪とか幽霊とかたくさんあるものが、果たして土地で本当にジャンプスケアで、つまりうわーってどこから来てるか全然わからないです。本当にめっちゃ、つまり人工知能というかAI がたくさんすごく高いので、はい。まずちょっとどんどん歩こうしましょう。おじさんのお尻。ほら。でもまあ簡単で、離れるができますね。できますよね。こっちはもうみんなが大切で利用するの場所から、勝手にゴミを、ゴミの中にこっちにとこっちでするじゃねえよとか、そういう目標もあるし、 In huge rate it said rigor dumping is a prohibit ってだって、つまりあんまりこの英語を完璧で翻訳はちょっとできませんですけれども、 It's an old sign。 これはちょっと昔ような、なさそうだ、昔ようなミードだって、大きな言葉でコラムのように続いている。 Regal dumping is prohibit。 多分この他は先ほど私が説明していただいた通り、みんなが大切で利用するというから、勝手に自分は勝手にもしないでというか、まあそういう意味ではじゃないかなと思いますね。まあ、ここあればですね、このアイテムを使って、いや、まあもう一度おいで。あら。あれ？ちょっと。ないしまった、やられちゃった。なんだ、もう一度行きましょうか。僕か、なん
届けましょうか。あ、これ遠くだ。どうだろうこれ。遠くだこれ、なんだよ。ラジオ動かないの。何？まだおまんかよ。めんどくさいやつだな、もう。ですか。あ、来た、この女子高生。どんな目的で、果たしてどんな目的で、どんな理由でずっとここでいるのか、ちょっとまだ理由は分かりません。消えた。あ、来た、そのおもちゃ。消えちゃった。あー、ばっかりで。こちらよ。あれ無視するの。行きましょう。行きましょうか。面倒なのもう。こっちで入りましょうかね。で、消えちゃったら出て行って、どんどん進む。これを振り返すばかりですね。おもちゃまた来た。よし。ああ、この可愛い形、めっちゃ可愛い。せーの。可愛いでしょ。雰囲気も結構いいんですよ。本当に美しいでしたし、あんまり夜なのにこういう雰囲気で作る方が可能かなって、めっちゃ本当に大きな考えましたよ、ね。ただ完全に日本の普通な街の姿を完璧で表せたと思います。こういう雰囲気めっちゃ大好きなので、はい。え、消えちゃってないの。知らないな。ポーグやる。まあいいか。不思議だな。どういうこと。ここもあるし、あー、面倒。これはワニとの場所なので、ほら、はい、今見ていただいた通り、名前通りそういう地獄少女のアニメですね。アニメの地獄少女のそのワニドですね。周り周りばかりでこのフィルをゴルゴルして、またあるか。その中小高生またあるかな。その JK さん、え、あった、 JK さん。もしもし、
かな、消えちゃった。実はここでですね、この場所ではなく、こっちもありますよ。今ちょっとこう音が大きすぎだったらちょっとごめんなさいね。ほら、こっちも。君は誰？私の家です。家に入りましょうか。はい。ローディング。どん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 。可愛いでしょ。しかも今めっちゃやられちゃったんですね。本当にそのワンコちゃんで。本来はですね、この岩をちょっと待ってくださいね。あ、こっちもセーブできますよ。まずこれはアイテム用なので、こっちで、こっちがセーブポイントできるんですし、今説明用のためにちょっと外で出てることを。例えばですね、こっち、ここでワンちゃんがあれば、例えば、とすれば、もし私がワンちゃんになれば、こうゲットして、ただ逃げちゃうばかりなのに、その逃げちゃうはずなのに、いただいた通り、全然動きができないという状態がありましたよね、そのバグについて。全然初めてでしたね。おじいさまをチェックポイントはまだで、なんかいたシードハンバーグもいいな、天気の音で。今とも、かわいそう。どうすればいいんだろう。あ、消えちゃった。よかった。早くゲットしましょうか。ポズルゲット。はい、ポズル2ファウンド。やっぱりこれ気をつけないとめっちゃ死にますよ、本当に。へえ。ああ、いいんだね、これ。ジューンって。さあ、ちょっと悪くしましょうか。うわ、呼吸し気持ち悪い。すげえ。ここではもう最後ですね。こっちが、この道は。ここもダメだな。
ほら、ダイヤボール。どうしようかな。この足持ち際ですね。このような新しい町で到着します。もう一つの人もあるし、そのワンコもう一度始めましょうか。成功というか、まだ成功できるのかまだわからないんですけど、はい、おいで。あ、ほら、はい、本来はこういうはずでございますね。この次は多分やっぱりこいつだ。はい、おいで。はい、おいで。雲ちゃんです。こういう、まるでこういうさまざまなインパクトとかめっちゃありますね。こういうイベントが鳥もあるし、鳥だ。なぜ鳥はここにいるの？あ、そうだ、これはただ冒険というか、うん、鳥の模型を探していました。あら、かわいい。にゃお。ちょっと戻ってお散歩を終わりしたいと思います。こっちも最後か、最後。あ、なるほど。つながりの道はここで、ここがラストですね。やっぱりもういないんだ。この新しいマップは後で。え、ない、なに。あー、ここか。そうそうだ。ね、また後で遊ぼう。ちょっと忙しいからね。
やっぱりいい雰囲気。はーい。あー、バカバカバカ。もう夏が終わってどんどん寒くてなってしましたよね、本当に。コカコラだ。え、家で借りましょうか。家で終わりにしたいと思います。家ならそっち、こっちだ、私の家。うわ、やられちゃった。これも。今これも、それの人も。私ってどこから消えるか、ちょっとわからないんです。で、やっぱりちゃんと気をつけなければならないんですね。もう、この子さ絶対負けない。いや、怖いでもう、めんどくさい。ラットでね。うわ、遠い。めっちゃ遠い。そうだ、そっちだ。やられちゃったな、もう。全然知らなかったでしたし。ここですね、こっちが家ですけど、まず、そのスマホをちょっとチェックしましょう。確認しましょうか。よいしょ、せーの、あれ、まだか。やっぱり。誰？このシーンだけではなく、ドンドンってこのスマホガラスがめっちゃ壊されるというシーンもあります。でもこの今私たちが見たらこれはこの犬種はその2つの
中でヒット中ですね。ヒット中であります。やっぱり様々な検証もあるんですですけれども、やっぱりインパクトがあればそういうスマホじゃないんでしょうかね。入ります。ただいま。またあるのかね。あれ、整理しましょうか。よし、はい、というわけでここで終わりしたいと思います。いやー、もうめっちゃ湯回りするの今スッチモで破綻でしたし、そろそろクリアしたい、ちょっと早い、ちょっとできれば早くでクリアしちゃなければならないと思うんですけれども、あんまりやっぱり剣心も崩壊も今プレイする中なのでちょっとまあまあまあゆっくりでクリアしたいと思いますね。あんまりもう仕事はないだろですから、ただゲームですからね。こんな可愛いのちびちゃんをワークとか走る姿を見ればもうめっちゃヒーリングでしたし、可愛いでしょ。はい、というわけでいただいて本当にめっちゃありがとうございます。あじゃっす。ではまた後で。じゃあねー。